荒木、3番新井亮太、4番に今日は原口、5番にゴメスという布陣です。その後江越、中田、北條、そして岩崎です。ショート頭上ヒットが出ました。高山ヒットでノーアウトランナー一塁です。まあ、やっぱりしっかりバット触れてるということでしょう ね、 ね、今のも難しいボールですけどね、そして昨日は3安打を放ちました荒木です。